もう昼休みか。今日のところは試験に出すからな。ちゃんと復習しとけよ。会長、会長、今日も小清水さんと学食か。いや、わかるだろ、純粋に羨ましいなって話だよ。だよな。てか会長と小清水さん付き合ってるんじゃないかって話も出始めてるし。ああ、その幸せそうだ空気、ちょっとでいいから分けてほしいくらいだよ。うわ、会長じゃなかったら絶対ぶん殴ってたわ。でもさ、ああ、もう羨ましすぎる。俺も女の子とイチャイチャして。やめとけって、悲しくなるだけだぞ。嘘。でもさ、小清水さんってなんかちょっと変わったよね。わかる。なんつうか色気が増したというか。あれだろ、いつも目が合うとニコってしてくれるけど、今まではキュンだったのがズキュンみたいな。女は恋をすると綺麗になるって言うし。やっぱり俺、会長と小清水さんって付き合ってると思うんだけど。それは分かってるんだけどさ。そのくらい小清水さんが可愛くなったって噂になってるんだよ。小清水さん、さっきすれ違ったけど、また綺麗になってない？ああ、わかるそれ。今年のミスコン、結城先輩ピンチかもね。結城先輩の3連覇も見てみたいけど。最近の小清水さん、実は会長を落としたんじゃないかって噂になってるし。恋愛相談受けることも多いらしいよ。ってことは女子の票はそっちに流れるのかな。確かにそういった噂は私も耳にしましたよ。恋愛相談をされることも少なくありませんし。
そこで私も直接お話を聞いてみたんです。ここのところずっと遠巻きに噂されることが多くて気になるじゃないですか。小清水かすみ調べですが、この話にはいくつかの段階があると分かりました。まず私とはじめさんがお付き合いしているのではないかという噂話があって、その結果一部の男子の間で私の色気が増したという新たな噂が生まれたらしく、実は私もよく分かっていないので説明するのが難しいんですよ。私はすでに身も心もはじめさんのものになったのに、え？二人ってやっぱりそういう関係？身も心もって小清水さん大胆！ごめんなさい、つい先走りすぎてしまいましたね。あ、でも私の初恋は間違いなくはじめさんですよ。それにモテたというお話ならはじめさんには負けてしまいますですよね。はじめさん？そうですか？ちなみに私ってはじめさんの目から見ても魅力的に映っていますか？